1918年、米国カリフォルニア州オークランドでのスペイン風邪の流行=オークランド公立図書館2002年11月1日から2003年8月7日の SARS の流行 SARS 感染による死者が出た国、地域 SARS 感染者が出た国、地域 SARS 感染者が確認されなかった国、地域パンデミックとは人獣共通感染症が世界的な大流行を見せること。語源はギリシア語のパンデモスである。パンデミック、中でも生命に関わるような症状を伴う感染症のパンデミックは人類の皆にとっての脅威であるとされる。最近では COVID-19 が地球規模で爆発的に広まり、世界中で多数の感染者及び死者を出したことが有名である。人類の歴史を通じて天然痘や結核、ペスト、スペイン風邪などのパンデミックが数多く発生している。最も致命率の高いパンデミックは黒死病として知られる14世紀のペストのパンデミックであり、75から2000万人以上が死亡したと言われている。これには複数の立場、用法がある。疾患、特に感染症の流行はその規模に応じてエンデミック、エピデミック、パンデミックに分類される。このうち最も規模が大きいものがパンデミックである。インフルエンザインターバルズ・イン・ザ・ CDC、S パンデミック、インターバルズ・フレームワーク世界保健機関は、一つ一つの感染症のパンデミックの状況を6つのフェーズに区別して分類している。WHOによる6つのフェーズ、感染症とは、微生物が体内に侵入し、繁殖したために発生する病気のこと。例えば、ウイルス、細菌、原虫などの病原体が人体の内部へ侵入して増殖し、その結果、咳、発熱、下痢などの症状が発生することを言う。人から人への感染を起こすようなウイルスの場合、感染力が高ければ高いほど、2次感染、3次感染。感染が拡散していくことになりがちで、人から人への感染が繰り返されるうちに、指数級数的に、つまり爆発的に拡大していくことになる。古代や中世に比べ現代では、人々の移動が盛んであり、各国で国内旅行のみならず航空機を用いた外国旅行も世界的に非常に盛んになっているため、国境を越えて世界規模のパンデミックが発生しやすくなっているとされる。例えば、2002年から2003年の SARS のパンデミックでは、中国本土で最初期の感染が起きたが、最初の感染者の治療を行った中国人医師の一人が感染の自覚のないままに、親類の結婚式出席のために、香港へと旅行したことで、香港に滞在している人々に飛び火し、その香港から瞬時に世界各地に拡散したとされる。現在まで人の世界でパンデミックを起こした感染症には天然痘、急性開白髄炎、麻疹、風疹、インフルエンザ、後天性免疫不全症候群などのウイルス、感染症、ペスト、梅毒、コレラ、結核、発疹チフスなどの細菌感染症、原虫感染症であるマラリアなど、様々な病原体によるものが存在する。エイズ、結核、マラリアコレラなど、複数の感染症については、世界的な流行が見られる、パンデミックの状態にあり、毎年見られる、季節性インフルエンザの流行も、パンデミックが継続中と言える。ただし、これらの感染症の中でも特に新興感染症、あるいは最高感染症が、集団発生するケースでは、しばしば流行規模が大きく重篤度が高くなるものが見られるため、医学的に重要視されている。これらの新興感染症によるパンデミックはしばしば一般社会からも大きく注目されるため、一般にパンデミックと呼ぶ場合、これらのケースを指すことも多い。フェーズの判断に関係した、WHO地域区分南北アメリカ州ヨーロッパアフリカ、中東東南アジア西太平洋風は感染症の感染力や流行のその時々の状況に応じて6つのフェーズに分類している。この警戒区分は対象となる感染症の原因となる病原体の病原性の強さや流行の程度を考慮して総合的にWHOが判断して、警戒や対策の実行を呼びかけるものである。WHOでは、パンデミックまでの各フェーズを以下のように切り分け、フェーズごとの公衆衛生学的な対応策を各国に求めている。A、グローバルパンデミックプロペアドネスレベル。日本では、フェーズ3以降をさらに A、B に細分し、それらに適合した対応ガイドラインが設定されている。なお6段階ではなく3段階に分けた用語と6つのフェーズの関係は次の通り。WHOのインフルエンザパンデミック6段階。現在ではこの分類は使われていない。WHO、2009年4月29日発表の文書に基づく警戒レベルを下に等し、インフルエンザパンデミック2009を考えるより引用。コミュニティ緩和の目標。発生のピークを遅らせるカーブを平準化することで、医療へのピーク負担を軽減する。全体的な健康への影響を軽減する。WHOの分類フェーズを目安にしつつ、各国の政府、自治体、行動計画をそれぞれ作成することによって、パンデミックへの対策を行わなければならない。企業等様々な組織も、従業員や顧客を守るために対策を練ることになる。感染症管理において重要なのは流行曲線の平坦化として知られているピーク時における発生数削減である。これによって医療サービスがパンクするリスクを低減し、ワクチンと治療法の開発に必要な時間を稼ぐのである。ピークシフトアウトブレイク管理のために非薬物療法的な介入が行われる場合がある。例えばインフルエンザのパンデミックでは、手指の衛生、衛生マスクの着用、自己検疫などの個人的な予防策、学校閉鎖や大規模集会キャンセルといった、社会距離の拡大、そのような介入の受け入れと参加を奨励する、コミュニティ戦略、表面の洗浄といった、環境対策が挙げられる。ここでは感染症全般の歴史ではなく、パンデミックの歴史を記述する。感染症によるパンデミックは、古代より見られ、大きな被害を与えてきた。14世紀には、黒死病がヨーロッパで大流行した。この時の流行では、当時のヨーロッパ総人口の約3分の1にあたる、およそ2500万人から3000万人もの死者を出したとされる。その後もペストは合わせて3回のパンデミックを引き起こすこととなる。16世紀にはコロンブス航海によってもたらされた天然痘が南北アメリカ大陸で猛威を振るい、天然痘の免疫を持たなかった先住民の人口は約10分の1にまで減少した。また、この天然痘の大流行はアステカ帝国やインカ帝国といった現地の政治権力に大打撃を与え、両国の滅亡とスペインの新大陸制覇の一因となった。19世紀から20世紀にかけて、コレラが地域を変えつつ7回の大流行を起こした。中国では1855年から慢性的なペスト流行が起こっていたが、1894年には香港にその流行が拡大し、欧米への拡大が懸念されたものの、国際協力体制の下隔離検疫体制が敷かれ、香港外への流行拡大は防がれた。これは感染症に対する国際貿易体制の行使となった。1918年にはアメリカでスペイン風邪が発生し、第一次世界大戦のヨーロッパ戦線にアメリカ軍が大量に投入されたことで、ヨーロッパへ持ち込まれ、さらに全世界へと拡大した。この流行は、翌1919年まで続き、死亡者は約5000万人から1億人にも上った。この時期は第一次世界大戦の末期にあたり、総力戦体制のもと、全世界的に軍隊や労働者の移動が活発となったことがより被害を甚大なものとした。流行は鉄道や河川といった輸送ルートを通過して海岸部の港湾都市から奥地へと拡散していった。1980年代以降、後天性免疫不全症候群の患者が全世界で増大したが、とりわけ最も感染の激しかったサハラ以南、アフリカでは全人口の 30% 以上が感染した国家まで存在し、平均寿命の大幅な減少が複数の国家で見られた。2019年12月以降、新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患が中国の湖北省東部の武漢市から流行し、2020年3月11日、WHOは新型コロナウイルスの流行についてパンデミック相当であるとの見解を示した。2021年8月16日時点で全世界で2億人以上の感染者と400万人以上の死者が出ており、被害規模は1950から1960年代の香港風邪、アジア風邪を大きく上回っている。パンデミック宣言がなされたものの実際の被害が小さくて済んだものとしては、2009年新型インフルエンザの世界的流行がある。WHOの国際的感染症対策ネットワークが警戒する感染症は以下の19疾病である。WHOは2009年に今、すべての人類が脅威にさらされているとして、新型インフルエンザ H1N1 明けをすべての人類の脅威として警告を行った。その後、新型インフルエンザが弱毒性であることが発覚するも、顕著な感染や死亡の被害が著しい事態を想定した警告であるフェーズレベル6、6と警告し、パンデミックの宣言を行った。しかし、すべての人類の脅威とまで宣言された新型インフルエンザは、他の季節性インフルエンザと大差ないレベルのインフルエンザであり、被害も小さかった。一連のWHOの誤報を重く見た欧州議会は、パンデミック宣言に至った経緯の調査に踏み出す事態となった。欧州議会、ボルフガング・ワダルグ前保健衛生委員長は、WHOのパンデミック宣言は、偽のパンデミックであったとし、一連のパンデミック宣言を批判した。その原因には、WHOの意思決定に製薬会社の意向が大きく影響しており、それが今回のパンデミック宣言につながったとして、WHOの意思決定システムを問題視している。そのパンデミックの言葉は、医学的にも歴史的にも不適切な使用であった。一方、世界最大規模の製薬会社であるグラクソスミスクライン社は製薬会社がWHOのパンデミック宣言に影響を与えているなどの認識は誤りであるとインタビューで反論している。インフォデミックとは疫病の流行に伴う流言が急速かつ大量に広がって社会に混乱をもたらす状況を指す。この概念は誤報と戦うための取り組みの中で提唱された。2020年2月2日、世界保健機関は、新型コロナウイルスについて、人々が必要とするときに、信頼できる、情報源と信頼できるガイダンスを得るのを困難にする情報が過剰に報告されており、正確な情報と事実に反した、誤情報が混在している状況となっていることから、大量情報伝染を宣伝した。このような状況下ではタイムリーで信頼できる情報に対する高い需要があるため、WHOはこれまでの慣例を破る24時間年中、無給ホットラインの創設を奨励し、コミュニケーション及びソーシャルメディアチームが、ウェブサイト及びソーシャルメディアページを通じて誤った情報を監視し、対応に当たっているとしている。Facebook、Twitter、Google は誤報について、WHOと共に取り組んでいると発表を。Facebook は大手の世界的な保健機関や地方自治体などによって身体的危害につながる誤った情報とされたコンテンツを削除するとしている。Amazon.com は2020年2月末、新型コロナウイルスから保護することができると誤った主張をした100万点以上の商品を禁止し、出品停止とした。また、過度に高額な健康関連商品の出品を数万点削除した。人間以外にもパンデミックは発生し、原人ネアンデルタール人が絶滅した理由の仮説には、感染症によるという説もあるように、伝染病によって種の絶滅も起きうる。家畜の感染を予防する法律には、家畜伝染病予防法がある。ありがとうございます。